ドルランパボンはコロンビアメデジン出身の同国代表サッカー選手。メキシコ一部リーグの CF モンテレーに所属している。ポジションはフォワード。コロンビアのエンビガド FC でプロキャリアをスタートさせ、2010年にメーモンアトレティコナショナルへ移籍した。メデジンでは2011年全キリーグ優勝に貢献。翌2012年はコパリベルタドーレスで 得点王ネーマールに次ぐ7得点をマークし、欧州のクラブから注目される存在になる。2012年6月27日、イタリアのパルマ FC と5年契約を結んだ。2009年9月、2010FIFA ワールドカップ、南米予選のウルグアイ戦で、コロンビア代表デビュー。コロンビアは本大会出場を逃したが、パボンは代表に定着し、

ノーティシアース、クワドラングやレアーズ12012アイ、ドーロン・パボンイラールフットボールトルコー、ルソセグンプレンスサインテルナシオナル、11923940、ドーロン・パボンイズ、エーパルマ FC プレイヤー。fcparma.com。オリジナルの2013年1月3日、時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/.20130103015759/http://perma.com <ッ>ア,アクイステイトドーロンパボンラングイコール EN ありがとうございます。